じゃあこれでもらってきます。はい、では本番、まあ、はい、本番トラックに、まあ、よーい、はい、石丸役の伊藤健太郎さんです。よろしくお願いします。もともとその特攻隊っていうものに非常に興味があったっていうのもあって、いつかこういうお仕事をさせてもらってる上では演じたいなって思っていたジャンルでもあったし、この戦争をテーマにした作品っていうのが自分も初めての経験なのですごく嬉しかったですね。先祖が特攻隊の方がいらっしゃって、そんな方の思いも背負いつつ石丸を演じられたらいいなと思って。鶴さん、お腹ペコペコ隊参上しました。石丸は、まあ、基本的には、まあ、明るいというか、まあ、ムードメーカーみたいな部分もあるんですけど、だからこそすごく切なく感じる部分もあるし、そこがなんか石丸の魅力なのかなっていうのも思ってるので、見てくれてる人たちに石丸の切なさみたいなものが、生き様が届けられたらいいなとは思っております。あいつならきっと空母を沈めるだろうよ。生殺しはもういいわ。ちくしょう。まあ早く飛びてえな。今の時代にこの映画が届けられるっていうことがすごく、意義のあることなんじゃないかなとも思っておりますので、見てくださる方々にいろんな感情を与えることができる、作品にしたいなと思っておりますので、公開の12月を楽しみに待っていただけたらなと思っております。